演歌歌手の吉幾三氏に飛行機内で横柄な態度で振る舞っていたと告発され話題となっていた。自民党の長谷川学参院議員が28日ブログを更新し、一部週刊誌報道を受けコメントしました。長谷川氏は、私の過去の表現方法をめぐる報道がなされ、不徳の致すところです。初当選以来、北海道の課題、地域の課題解決に向け情熱的に活動してまいりました。一方で、私の表現方法が時代にそぐわないものであることを痛感いたしました。以後、時代に即した表現方法に変えてまいります。引き続き、北海道の課題、地域の課題解決に向けより一層の情熱を持って取り組んでまいります。よろしくお願い申し上げますと呼びかけました。